県内の高校で最も早い卒業式が長崎市の活水高校で行われました。創立144年の中高一貫のミッションスクール活水高校では3年生127人が巣立ちの日を迎えました。去年は新型コロナの影響で保護者の出席は各家庭から1人に限っていましたが、今年は規制を撤廃しました。4年ぶりに在校生も出席し、卒業生の門出を祝います。今年の活水祭は生徒会の皆さんのおかげで高校生活で一番楽しい思い出となりました。思い返せばいいことばかりの3年間ではありませんでした。いつも味方になってくれたのは両親や友人でした。多様性のある時代の中で柔軟に学び続け成長していきます。卒業生から在校生へ思いを託す創立以来の伝統玉譲りでは、田桶に純潔を表す白と優しく寄り添う心を表すラベンダー色のリボンが結ばれました。悲しいけど大学頑張ろうと思います。活水ありがとう。本当は泣かずに言うつもりだったんですけど、ちょっと泣いてしまったのでそこがちょっと残念だったんですけど、6年間私は中学からなので6年間こう活水にお世話になった気持ちを伝えれたのかなと思っています。3年間ありがとうございました。若ちゃん大好き。最後のホームルームでは一人ずつ感謝の気持ちを伝えました。自分の小学校でみんなも反抗的な態度を取ることも多かったけど、変わらない愛でここまで育ててくれてありがとう。活水高校の卒業生127人のうち就職は1人、126人は大学か専門学校に進学します。4割は県内、6割は県外の学校に進みます。卒業生は高校で過ごした思い出を胸に学び屋を後にしました。卒業おめでとう。